こんにちは、 CR25 の旬ダイアリーです。本日はですね、仮メンタリストのエルさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはですね、初対面の人に優秀だなとかできる人だなって思ってもらえるための方法についてお聞きしたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそもこの例えばじゃあ旬くんとかが初めて会った時にどういう人を第一印象で優秀だなと思って思います、はい、結論から話してるとかは、いい、すごいとか思ったりはしますね、うん、まさに優秀だと思われるって基本的にいくつかもなんかポイントがあって、それこそ物事を論理的に話せるとか、本質を見極めてめちゃくちゃ鋭い意見が言えるとか、いろいろね、初対面で会った瞬間にあったりすると思うんですけど、結局こういうのってやれるんだったらみんなやってるんですよ。いきなりここからじゃあこういう動画を見てね、例えば、ね、ここで論理的に物事を説明できる人が優秀なんです、それでもう初対面完璧ですって言えば、まあ、確かにその通りなんですけど、これで僕も無理だと思ってて、そんなすぐに。なんで今日ちょっと僕がお話しするのは、戦略的にもどんな場面でも誰でも明日から使えるコミュニケーションに特化した手法をお伝えしたいかなって思うんですね。知りたい。でそもそもなんですけど、なんで優秀だと思われたいとかってあります？目的にもよると思うんですけど、仕事を円滑に進めたりとか、仕事をやっぱうまくいかせたいっていう目的のためにできる人だなって思われたいですね、うんうん、ですよね。本当にその通りで、結局仕事って一人だとどうしても動かせないものが多いと思うんですよね。ってなるとやっぱり初対面で優秀だと思われて、相手に一緒に仕事したいって思われることがゴールかなって今ね、しゅん君が言った通り思うんですよ。でもたまにいません？めっちゃ頭いいけど結構自分の意見否定してきて上からめっちゃ言ってくるみたいな、こういう人って確か優秀だなとは思うけど、一緒に仕事したいかって言われるとあんまりそう思わないんじゃないかなって思うんですよね。だからこそ今回はちょっとコミュニケーション、論理が正しいっていうそこだけじゃなくて、相手にとってあこの人いいなってポジティブな印象を与えられるようにすることをゴールとしたら、じゃあどういう印象を与えるかっていう話をちょっとしたいなって思うんですけど、アイブロフラッシュって聞いたことありますか？アイブロフラッシュは初めて聞きました。人と話した時に好印象に思ってもらうテクニックの一つなんですけど、話す時とか話を聞く時に眉を上に上げて、あ、そうなんですねって聞くだけで相手の好感度がめちゃくちゃ上がるんですよ。あ、そう、まさにそう、科学的にもちょっとあるんですよね。動物の本能的にそれがいいよってされるんですけど、実際多分そうやってやってる人と話すと結構円滑に話が進むとか、まあ、実はあったりするんですね。ひろゆきさんが結構よくやってますね。そうですね。あれがコミュニケーションに活用進めるための一つのテクニック。ここはまあぶっちゃけこれまでよく世の中で言われてるやつをやってください、以上で、今のアイブロクラシだったら特に知られてないんでやったらどうですかっていうのが一つありますと。そっからじゃあどういう状態になれば優秀だと思われるんだ、この会話においてた時に、明日からでも確実にすぐできるもの何かって言った時に、自分と相手の頭を常に同期させること、そのためにいくつかテクニックがこれからお話しするんですけど、まずなんでじゃあ自分と相手の頭が常に同期した状態だと優秀だと思われるか、コミュニケーションすると必ず相手がいるとた時に、どんだけ自分が頭が良くて伝えられてしても相手がついてこれなかったら、もし何言ってんだろうみたいな、で基本的にどんどんネガティブな感情になって、なんか言ってることも伺わないし、なんかついていけない、でこれって優秀じゃないなって直感的に思っちゃうんですね。じゃあ相手の頭と自分の頭をどうやって同期させるか、めちゃくちゃいいテクニックがあって、まず相手の意見を聞いてからそれに補足をしてあげる。自分の中に意見があったとしても、まず相手の意見を聞く。まず相手の意見を聞けばもう価値が確定するんですね。でまずじゃあ自分と同じだったら、これは簡単ですよね。共感すればいいんです。まさに頭が同期した状態で話に入れる。そうするとは、この人が優秀だって人って思っちゃうんですよ。それは相手に対してポジティブな印象を感じてるから、ここは納得感あるかなと思います。じゃあ自分と違う時どうするのってありますよね。これはもうまさに明日から皆さん使ってほしいんですけど、もし自分と意見が違ったら新しい発見、学びとして感謝を伝えるんですね。なるほど、確かにそれもありますねみたいな。それで感謝した上で、今回私はこう思うんですけどこれどう思いますっていう、この入り方結構よくあるのは、やっぱ自分どんどん話を進めちゃって相手の意見置き去りみたいな、こうなってしまうと相手がどっかで、いや俺がこう思うんだよなって思ってる時点で話全然聞いてくれないんですよ。そうすると相手のことも優秀だったと思わないとか、なんかちょっとこの人ずれてるなと思っちゃう。でも自分と意見同じだったら、みんな自分は正しいと思いたいんで、自分が正しい、相手は一緒だ、つまり相手は優秀だ、でその裏には実は自分も優秀だと思いたいっていうのがあると。なのでこのまず相手の意見を聞いてから補足をしてあげる、これはちょっと明日から使えるんじゃないかなって思いますね。確かに、うん、目線を合わすっていうことが大事なんですね。すいません、その通りです。
ちなみになんですけど、インタビューとかそれこそ商談もそうなんですけど、相槌の打ち方難しいなって最近思ってて、僕の多分相槌もう3パターンしかなくてなるほど確かにそうなんですね、この3パターンを回してるんですよね。はい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 。相槌の打ち方に関してエレさんの考えがあったらお聞きしたいです。まずシュン君のその相槌っていいんですよ。多くの人はそこすらまずできないんですね。結局リアクションって自分が思ってる以上にしないと相手に伝わらないんですよ。人ってやっぱり話すときに相手が自分の話を聞いてくれてるかどうか不安なんですよね。で逆にそれが聞いてくれてると分かると、どん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 自己開示しようとするからいいと。じゃあちょっと大きなリアクションを取るのはまずいいですと。そこからじゃあどうすればいいか、そこにちょっとプラスできるんだったら、まず一つあって、オウム返し、自分と相手の頭を常に同期させることがいいですよって言った時、なるほど、自分と相手の頭を同期させるんですねっていう繰り返す、これだけで実はなんかいいコミュニケーションができたり見えるんですよ。それがベースありますと。で2つ目っていうのが、分からないことを質問すること。相手が話した時に分からないこと絶対出てくるじゃないですか。でそれに対して絶対に見逃さないこと。これ1個見逃すとズレが生じちゃって話がどっかで噛み合わなくなったりするんですよ。なんで分からないことは絶対に質問する。でさっき言ったオウム返しにプラスすると、これもう最強です。自分の頭と相手の頭を同期させるんですね。それってなんで同期させるといいんですかとか、もうなんかそれだけでいいんです。そうすると人って誰かに役に立つことで存在意義を見出すっていうのがあるんで、分からないことを聞かれた時って嬉しいんですよ。あ、もっと仕事してくれてるな。じゃあそれに対して自分がギブできるなっていう、この構図が強制的にできるんで、これは絶対にやるべき。相手に質問することって仕事を円滑に進める上でめちゃくちゃいいんですよ。相手の頭と同期をさせるための手段として、分からないことはちゃんと聞いて深掘りを常にしておくっていうことで、結果的に優秀だと思われたりとかっていうことができるっていうことですね。今オウム返しになってましたか？今の完璧でした。あ、そう、実は本当今日伝えるつもりがなかったもう最終版のいいことやってます。本当ですか？でそれは何かっていうと、相手のことをオウム返しプラス質問だけじゃなくて、これ一番最強なのはオウム返しプラスまとめて繰り返すこと。それって絶対に相手の話を真剣に聞いてないとできないことなんで、それを伝えられた時に同じこと分かってるわ、俺たち認識一緒だわってなって、相手のことを優秀だと思う。相手と目線合わせて同期するっていうところが、話す時にもすごい大事になってくるっていうことですね。そうです、そうです、まさにまさに。意外と簡単なことを知らないだけなんですよね、多くの人って。なんで知りさえすればできちゃうんで、簡単なんで、ちょっとしたことで変わるかなと思いますね。ということで本日はエルさんに第一印象で優秀だと思われるためのポイントをお聞きしたんですけども、本当にためになりました。ありがとうございます。明日から今お話しいただいたエルさんの話し方と聞き方のポイントを気をつけていただけたらなと思います。ということで本日はエルさんありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。 CR25 の YouTube チャンネルでは10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ、実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり、失敗も必ず次につながる資産になります。 CR25 はそういう思いで、皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。